ジョン・フラム広場。ここで、カーゴ・カルト記念式典などが行われる。ジョン・フラム、または、ジョン・フロムとは、バヌアツ共和国、タンナ島における、カーゴ・カルトの偶像である。綴りは、ジョン・フラム、ジョン・フラム、ジョン・フロムなど一定ではない。現在広く語られるところによれば、フラムは第二次世界大戦期のアメリカ兵であり、彼に従えば人々に富と幸福がもたらされるとされる。彼は白人であるとも黒人であるとも言われ、デイビッド・アッテンボローの著書の中には、この信仰の信者からの聞き取りとして、彼はあなたにそっくりだ。彼は白い顔をしている。彼は背の高い男だ。彼は南米に長く暮らしたとある。エスピリトサント島米海軍基地の英門ジョン・フラム、及びカーゴ・カルトの記念十字碑。ジョン・フラム信仰の記念式典において掲揚された旗。ジョン・フラム信仰のルーツは1930年代後半にあるとされ、当時バヌアツはニューヘブリデスとして知られていた。この信仰はタンナ島、ソルファー湾を中心に信仰されていた土着宗教。特に、タンナ島最高峰である、タコズメラ山の神に関連するカラペラムンと呼ばれる、ものの影響が強いとされる。カラペラムンの神としてのジョン・フラムは、新たな時代の幕開けを告げる存在であり、彼はやがて宣教師を含むすべての白人が、ニューヘブリデスを離れ、メラネシア人たちに白人と同様の物質的、豊かさが与えられると予言したという。ただし、これが実現するために、タンナ島の人々は一度欧米的文化を捨て去り、伝統的な習慣に立ち戻らねばならぬとされていた。いくつかの神話の中では、マネヒビという名の現地人がフラムの正体であり、欧米風のコートを身につけて現れた。彼は現地人たちに住居や衣類、食料等の約束を取り付けていったと言われている。フラムの原型は、カバの葉が生み出した幻覚だという説もある。1941年、ジョン・フラム信者たちは、通貨や宣教師及び、教会、学校、村落、農園などを捨て、伝統的な祭事や踊りなどに参加するべく、内陸部へと移動していった。欧米の植民地管理当局ではこの動きを抑え込むべく、ジョン・フラムを自称する、現地人及び信仰の指導者らを逮捕して、公然の侮辱、投獄、追放などの処分を行った。こうした当局の動きにもかかわらず、太平洋戦争が始まると米軍がニューヘブリデスへ、およそ30万人の将兵を派遣し、これに伴い大量の物資、すなわち、カーゴが投下されたことで信仰されていた物質的、豊かさが実現し、ジョン・フラム信仰は一層とその規模を増した。以後、ジョン・フラム信仰では、実際に物質的豊かさをもたらした米軍を偶像たる、ジョン・フラムと、同一視するようになる。こうしたアメリカの影響を特に強調した神話として、ジョン・フラムがジョン・フロムアメリカに由来すると語られたり、ジョン・フラムは米軍の黒人兵であったと語られることもある。やがて終戦とともに米軍は撤退していったが、ジョン・フラム信者たちは米軍機が再び着陸して彼らにカーゴをもたらすことを願い、多くの滑走路を作り上げていった。1957年、当時のジョン・フラム信仰の指導者ナコマ派は、タンナ陸軍と呼ばれる組織を設立した。これは、本物の軍事組織ではなく、アメリカの影響を受けたジョン・フラム信仰の一環たる儀式として、米軍の行進、訓練などを再現するための組織である。彼らは顔を緑色に塗り、TAUSA と書かれた白い T シャツを着用している。今日では上半身裸で西洋風のズボンを履いた姿が儀式における正装とされ、また指揮官を演じる者が軍服風の衣装を着用する場合もある。1970年代後半、ジョン・フラム信者らは統一国家たるバヌアツ共和国の独立に反対した。彼らは統一政府が近代的、西洋的なキリスト教の信仰を支持することで、古くからの慣習が揺るがされることを恐れたのである。今日でも、ジョン・フラム信仰は一定の規模で生きており、ジョン・フラムが戻ってくるとされている2月15日は、ジョン・フラム信者から、ジョン・フラムの日と呼ばれ、丹那陸軍によるパレードなどの儀式を含む記念式典が催される。またジョン・フラム信者らは、ジョン・フラム運動なる政党を組織している。2007年2月のジョン・フラムの日、同党は創立50周年を迎えた。ありがとうございます。